こんんにちはナミさん今日の深夜のコソコソ話ですけども「意味のないことをやってみよう」という、ね、タイトルでお話しいただきましたまあこれはだから逆転の発想というかね意味がないことの中にも意味はあるんだよみたいなねまあそんな考え方だと思いますけどももうちょっと話を進めると意味がないと思えることの中に意味を見いだしていこうみたいな自分への,この垣根を越える挑戦なのかもしれませんよね殻を破ってみるとかね で一つの例えを持っていくとなんかねよくね人生には意味がないよとかね単なる暇つぶしだよっていう風うに、まあ、冷めた言い方する方がいますけども、まあ、ひょっとししたらそうななのかもしれないですよね地上でもあらゆる生物がいますけどもその一つ一つに何らかの大事な意味があるのかっていうとそれは分かりませんよね。うん、やっぱりこう生物ってのは 単体でいることにはあんまり意味がなくって集団で何かを残すことには何らかの意味を持つかもしれませんけどもぶっちゃけ地球ってものが一個この宇宙からなくなっても特に誰かが困るかどうにかなるかってことを考えると何の都合も悪くないんでしょうねきっとねそもそも最初からいなかったってことにもできるわけですからですねで私はね意味があるないっていことを考えるのもまあ大事なんですけども 人生に関しては意味はないけど意思は残せるっていうふうに考えてるんですよ。何かの意思ね。意思っていうのは自分の思いです。自分の思いがどういう時に意思になるかっていうと、それが誰かに引き継がれた時なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、私の考えなり言葉なりが何人かの方がね、引き継いで覚えていってくださる、使ってくださるってことは多分私の意思がその人に少し乗り移ったんじゃないかなと思うんですよ。 あの時々私孫子の兵法っていうものをね引用することがありますけども孫子ってのは2500年前に亡くなってる方ですよでもその孫子という方が考えたことっていうのが2500年後の私が引用するほどに意思は残ったんだろうなと思うんですよでも私は戦争に行くわけではありませんので孫子の兵法に意味はないんですよでもそこに戦術を残そうとしたそれを何かに応用してもらえるんではなかろうかというふうな先人の その孫子の意師は引き継ぐことができたんじゃないかなと思いますよね。きっとそういうふうな意師の連鎖がまあ人生であり人類なのかなと思っちゃいますけどね。で意味のないことをやってみようっていうのは正確に言うと多分ね今の時点ですぐに意味があるかどうか分かんないけどもやってみようよってことなんじゃないかなと思うんですよ。あのビジネスってのは 与えられた環境を最大限活用して最大の効果を出す結果を出すってことの繰り返しだと思いますけどもまあ例えばね無料で誰かの手伝いをすることビジネス的には無料でやっちゃうと意味はないんですけどもでも少なくとも自分が何かに取り組んだっていう経験は残りますよねじゃあ YouTube 動画意味のない動画をたくさん上げているように感じれる人もいますけども意味のない動画ってのは かんそういうふうに思う人もいますけどもでもねよく考えてみると動画を撮ったっていうことに関して少なくともその人は何かを伝えようとしたっていう意思は残せますしそれからね再生数がたとえゼロでもその動画を作った人のスキルは上がってるわけなんでそう考えたら意味はあるなぁとも思えるんですよねまあそういうことを考えながら動画の方を拝見しました今回もありがとうございました